無事に激励で洗礼を行います。過去いう私もですね、たった8年前に、船橋でシラムクリスト教会で、クリスマス礼拝の中で、洗礼を受けさせてもらいました。こうして、礼拝の中で神と人の前、結婚式においても、そうですが、この契約の印で今から私たち、3人は神の子として、生まれ変わるわけです、契約もしていただきます。ただいまから見舞いに立つ兄弟姉妹、この3人の洗礼式を執り行います。洗礼は主イエス・キリストが制定された霊典であって、父と子と聖霊の名によって施されます。すべての人は罪の中に生まれ、その思いと言葉と行為において御心にかなわず罪のうちに滅びるものでした。神はイエス・キリストの贖いによって信じる者を義としてください、永遠の命を約束されました。バプテスマは主イエス・キリストにあって罪に対して死に、神に対して生きる者とされ、教会の枝として加えられる印です。バプテスマを受ける者はガラテヤ書にあるように、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。このパウロのこの告白を自分のものとしてください。マタイの福音書の最後にはこう書かれております。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るようにと彼らに教えます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。お祈りします。恵みや天の父の神様、今ここに神の子としての特権をいただくこの三人のために特に祈ります。証人である皆さんが共に心を一つにして祈ります。立ち上がれと罪のあがないに喜びます。そして救われた者としての歩みができるように、救われた喜び、また召された使命を全うできるように今いただいてください。どんなに人を憎んだとして、どんなに親を恨んだとして、今許して解放していきます。あなたは私の罪のために、呪いのために死んでくださいました。そのことを死にます。アーメン。死んだだけではない、己に死んで私たちはこの地上を生きたまま生まれ変わることができるように、あなたは3日目によみがえってくださったことを信じます。アーメン。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。今誓約をします。3人同時に、誓約を、
しますので、信じますかと私が言ったらいいですか。はい、信じますと揃えて、まあ住人の友教会ですから、バランバランでも構いません。いいですか。はい、信じますと告白してください。あなたは天地の造り主、生けるまことの神、万軍の主を信じますか。はい、はい、信じます。揃ってましたね。リハーサルもしてないのに、ぶっつけ本番なのに、なんと麗しいことでしょうか。聖霊様に感謝です。あなたは神の御子イエス・キリストの十字架の贖いによって救われたことを確信しますか。はい、信じます。アメン。あなたは聖霊の恵みに信頼し、キリストのしもべとして正しく生きることを願っていますか。はい、信じます。アメン。あなたは自分の最善を尽くして教会の礼拝を喜び、守りとは言いません、守りながら喜び、自らなして運び、教会員としての務めを果たし、証しの生活をしていくことを誓いますか。はい、信じます。アーメン。あなたは両親を許し、両親を敬うことを誓いますか。はい、信じます。アーメン。罪人の友主イエス・キリスト教会の快速は常識の範囲によって、キリストの御霊の自由によって、キリストの純潔と一致と平和を務めることを約束し祈っていきますか。はい、はい、信じます。はい、それではバプテスマに、入ります。適齢ですので、3人はしざまずいてください。すいませんね、ちょっと聞くものがない。タオルがあればタオル。はい、ではやります。皆さんも神戸をされて、この3人のために、共に祈ってください。ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、あなたが思うのだよ、信仰だよ。それを言わしめたのはあなたではない、キリストを信じる、神を信じる、その信仰すらも父なる神が与えたのだと聖書は教えています。神様、今この3人を祝福します。キリストイエスの名において祝福します。アーメン。アーメン。父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、何時の罪許されて、気づきたくや、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、何時の罪許されたい。アーメン。
森正美、父と子と聖霊の名によってバッテスマを授け、何時の罪許されたい。アーメン。アーメン。ハレルヤ。主を感謝します。もうちょっと前見てていただけると助かるんですけど、まあ私は、以前にあの右翼団体に所属して愛国運動を凱旋しておりましたが、これからはイエスキリスト内を凱旋していきたいと思います。過去のいろいろなトラウマを傷にして、今まで生きてきましたが、その過去の傷を、から解放されて、これから新しい一歩を踏み出せていけたらと思います。私は、過去を変えられため、神に自分自身を委ね、信頼し、神たちに生きていくことを考えております。